ただいまもうすぐ12時を回るところですが、最後の力を振り絞って質問に答えようと思います。なるべく痛くない検査って思うと、やっぱ尿検査とかすごくいいかなと思う。本当にちょっと白黒つけたい場合は、あんまり性感染症服じゃない先生かもしれないし、また別のクリニックとか探して別の検査をしてもらうというね、頑張って探してください。皆さんこんにちは、性感染症内科医ののりです。ただいまもうすぐ12時を回るところですが、最後の力を振り絞って質問に答えようと思います。はい、ポイポン先生こんにちは、こんばんは。これはね、あれだね、インスタグラムの方なんですけど、先日性器ヘルペスになってしまい、気分が落ち込んでいたところ、 YouTube やインスタをポイポン先生を見つけ、勉強にもなるし楽しく拝見しています。ありがとう。で、質問なんですが、私が性器ヘルペスになり、相手彼氏にも伝えました。泌尿器科に行きましたが、症状が出てなく尿検査でも反応がないため、ヘルペスになっていないと言われたそうです。他の性病も、尿検査で調べて陰性だそうです。症状がない人は血液検査ではないのでしょうか？尿検査でも分かりますか？おそらくこれは、症状がない人は、僕は血液検査でやってます。ヘルペスは尿検査ないと思うけどね。ないよね、アタムさん。そうですね、全部尿は多分無理だと思うな。拭いはあるけど、症状があれば。検査会社さんのさ、本とか見てもないよね、ヘルペスで尿検査。そうですね、ガイドライン見てもヘルペスの、尿検査ってないよね。ないと思うな。皆さんこんにちは。ただいま銀座光クリニックでは、受付スタッフ、動画編集者、非常勤医師を募集しております。私たちと一緒に明るくて楽しい職場で働いてみませんか？握手程度の接触ではなかった、ね、もしかしたら今後そういう検査の、ね、テクノロジーが発展して、そういうおしっこでもあのヘルペスが、ね、分かるとかね。そうなったらすごくいいよね。なんでかっていうとさ、拭うと痛いし、で血液もまちっくんだから、なるべく痛くない検査って思うと、やっぱ尿検査とかすごくいいかなと思うけど、でも現時点ではないと思います。なので、まあ本当にちょっと白黒つけたい場合は、まあ、血液検査お願いしますみたいな感じでいくといいんじゃないかな。血液検査自体は、保険診療でも当然、できるだろうし、また症状がないといけないかもしれないからね。だけど、保険点数もついてるもんだし、まあ、うちみたいな自由診療でもできるので、まあ、血液検査かな、やっぱし。まあ、この方すごく僕の動画見てくれてて、多分僕が血液検査言ってるから、そういうふうに言って、信じてくれてるんだと思うんで、でも実際尿検査はないよね。だからちょっとその辺は、もしかすると、あんまり性感染症得意じゃない先生かもしれないし、すごくね、範囲広いんですよ、泌尿器科の先生って。本当に前立腺もあったり、腎臓もあったり、尿管もあったり、尿道もあったり、だからで、その分野、たくさんの分野、透析もあるじゃん、いろんな分野の中で見ていく中で、性感染症はあんまりもしかしたら得意じゃない先生かもしれないので、まあそのあたりはちょっと仕方ないのでね、また別のクリニックとか探して、ヘルペスの検査をしてもらうというね、頑張って探してください。はい、以上になります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。やっと、はい、新クリニックで動画撮ってますよ。これ見てよ、この照明、これすごくない？ピンチ、自由診療はデメリットしかない。暇だな、その人。5文字で終わります。5文字で答えれる。お、僕もその時点でちょっとコミュニケーションとしては終わりかなっていうか、こういうのは一つちょっとあれかなと思うけど、まあそれ関係ねえな、今日はな。ちょっとじゃあ内容吟味しましょうか。やっぱね、院長の口から直接ですね。じゃあデメリットしかないところに、どうしてこんなに患者さんが毎日来るの？確かにデメリットが多いかもしれない、自由診療。あ、じゃあこれ正解？正解！イエーイ！はい、素敵です。重たいよ、重たいよ、最初からこんな。はい、私 Twitter の DM とかでコメントしてもらったら何でも答えますよってなってます。なのでどんどんコメントください。YouTube でもインスタでも TikTok でも何でもいいです。というわけで、いってらっしゃい。